ママ、今日はもしかしてカップ麺？今日の晩ご飯はセブンイレブンのカップ麺全種、セブンプレミアム、日清食品、スミレ、札幌濃厚味噌なのだ。味噌ラーメン、それはラーメン界にとって外すことのできない味の象徴ともいる調味料である。文化の数だけ味噌ラーメンがあり、日本には未だ私の知らない味噌ラーメンが5万とある。そんな中でも今回のカップ麺は有名店スミレの濃い入り味噌ラーメンです。スミレ言うたら札幌市豊平区中の島にある老舗の味噌ラーメン屋やねん。1964年に村中明子さんが始めはって、濃厚な味噌ラーメンを作って札幌味噌ラーメンの基礎を築かはったんやで。まあそもそもの話、私は札幌に行ったことがないし、なんならスミレのラーメンも食べたことがない。だが現代には名店コラボのカップ麺がある。セブンイレブンに行けば気の良さそうな兄ちゃん姉ちゃんが親切丁寧にレジをしてくれる。本当に良い時代になったもんだと思う。実食。めちゃめちゃうまい、めちゃめちゃ美味しい。もう初めから分かっていたが、とにかく脳震盪を起こしそうなくらいうまい。熱々で食べないと、一口食べただけでもすごい元気になれるし、人気の理由もよくわかる。これを全部食べると大変、うますぎて気絶する恐れがあるため注意が必要だ。ごちそうさま。